こんにちは、ペコデザイナー塚先生です。国民年金の免除パート5です。よろしくお願いいたします。今回は学生の不得例について話していきます。学生の不得例は私も大学生時代に申請し利用しました。お恥ずかしい話、学生だから元々から払わなくていいものじゃないかというふうに思っていました。私と同じくどんなものかすらわからないという方も多いのかなというふうに思います。今回はそんな学生の不得例はどのようなものかについて話していきます。学生または学生であったものの被保険者、または学生または学生であったもので被保険者であったもの、学生または学生であったものであり被保険者または被保険者であったものが要件に該当し申請をした際に、指定期間の間保険料納付が猶予され、保険料の全額免除期間に参入をされます。猶予となる期間は指定する期間として学生であるもしくはあった間に限られます。指定期間は申請全額免除と同様に申請月の2年2ヶ月前からになりますが、終わりは申請月がある年の翌年の3月となります。申請全額免除は6月でしたが、学生は年度で学年が上がり入学卒業するため学生である期間を考えると3月ということになっています。学生のうちは勉学が主でありアルバイトしかしていないという方が多いと思います。そのためなかなか保険料である16,610円を払い続けるのは難しいということで、先送りという猶予が設けられています。払ってはいないので未納と同じように見られますが、申請をし猶予を受けることでメリットがあります。病気や怪我をし障害が残ってしまったという時に、払っていなくても障害基礎年金という国民年金の年金を受給することができます。またこちら他の免除の時にも話しましたが、受給資格期間に参入することができます。もちろんデメリットもあります。デメリットはやはり払っていないので、後から払わない限り年金額は減ります。次に学生の不得例を受けることができる要件について話していきます。まず所得基準です。118万円に扶養人数 ×38 万円をしたものを足します。ここでのポイントは2つあり、申請全額一部免除の時は扶養親族に1を足したものに何かをかけるというふうにしていましたが、学生の不得例は扶養親族 ×38 万円です。つまり扶養親族がいない場合は118万円がボーダーとなります。もう一つは本人の所得しか見ません。こちらも他の免除の時、所得は世帯主配偶者も見ていましたが、学生の不得例の場合はもし世帯主であるお父さんの所得がこのボーダーを超えていても、本人がボーダーを超えていなければ要件に当てはまります。次の要件からは申請全額免除一部免除と同じ要件です。本人もしくは世帯員が生活方法における生活扶助以外の扶助を受けていること、地方税に定める障害者または家父であり前年の所得が125万円以下であるとき、保険料納付することが困難として高齢奨励で定める自由のときです。学生の不得例についても申請を行わなくてはいけません。実際に平成29年に厚生労働省の調査によると 10% 近くの学生が申請をしておらず対応をしているという結果が出ています。申請は年度ごとに日本年金機構に提出し行わなければいけません。今回は学生の不得例について話してきました。次回が免除猶予に関する最後のパートになります。今回の内容の詳細は概要欄に載せておりますので、ぜひご覧ください。以上、テコデザインの塚先生でした。お疲れ様です。